アンマームサーイブサラームは、レバノンの政治家。2014年2月から2016年12月まで、レバノン共和国首相を務めた。また、2014年5月から2016年10月まで、同国暫定大統領を務めた。無所属のスンナ派政治家の一人。3月14日同盟に近いが、3月8日、同盟とも、依然良好な関係にある。 ベイルートのスンナ派の名家の長男として生まれる。父のサーイブ・サラームは独立後に、レバノンの首相を何度か務めた、政治家で、母のタミマ・マルダム・ベイクは、ダマスカス出身のシリア人。祖父のサリーム・アリー・サラームも政治家で、オスマン帝国と大レバノン時代に、オスマン帝国議会のベイルート代表や、ベイルート市長を歴任した。タンマームには、姉と弟が、それぞれ二人いる。 ベールートのブルンマナ高校とハイガジアン大学を卒業。イギリスで取得した経済学とマネジメント論の学位を有する。大学卒業後、タンマームは実業家を経て1970年代初頭に政界入りした。1973年には混乱の最中にあるレバノンで中道路線を取る改革運動の先駆者たちを結成した。 この組織は父サーイブの私兵団ともみなされたが、レバノン内戦の初期に戦闘行為に加わることを防ぐためにタンマームによって解散された。1978年、タンマームはベイルートの NPO、マカーシド財団の理事となり、1982年にはサラーム家が代々受け継いできたその総裁職に就任した。タンマームは2000年9月に総裁を退任し、 現在は名誉総裁となっている。後に、サーイブ・サラーム文化、高等教育財団の総裁にも就任した。サラームは1992年の総選挙に立候補、したが、シリアのレバノンにおける強い影響力に反対する抗議運動が発生したため取り下げた。このボイコットによって、サラームは、レバノンのキリスト教徒を支援し、国内の宗派間のバランスを保つことを狙った。 1996年の総選挙では、ベイルートから無所属の国会議員として初当選を果たした。しかし、2000年の総選挙では落選した。2005年の総選挙には立候補しなかった。2005年2月14日のラフィーク・ハリーリー、元首相暗殺後、サラームは、国内の暗殺事件の責任をシリアに求める大規模な抗議運動に関連して、デワノンにおいて、 感情に突き動かされた遊びは非常に危険なゲームだ。ハリーリー自身、決して認めなかったゲームだと述べた。2008年7月11日、サラームはフワードシニオラ首相から文化賞に任命された。2009年の総選挙で国会議員にも再び当選した。サラームはサードハリーリーと選挙同盟を結び、ベイルート第3選挙区のハリーリーの候補者リストになお、 連ねた。国会では、無所属の議員となった。レバノン第一ブロックの一員であったが、どの政党にも所属しておらず、中道派となった。2013年3月23日に、ナジーブミーカーティ首相が辞任すると、サラームは、暫定首相に指名された。3月14日同盟はサラームを正式に、首相に推薦した。4月6日には、 国会が1 2十発表中124票の賛成多数でサラームに組閣を命じた。2014年2月15日、サラームは24人の閣僚からなる新政権の発足を発表した。2014年5月24日にミシェルスライマーンが大統領を任期満了で退任したが議会で後継の大統領が決まらず、2016年10月31日に3月8日、 同盟と3月14日同盟との間で合意が成立するまでの2年5ヶ月もの間、大統領代行を務めた。首相職は同年12月18日に退いた。ラマー・バドレッティーンと結婚している。前妻との間に3人の子供がいる。ありがとうございます。